サッカー観戦日和のサンガスタジアム代表皿に両チームの選手たちが入ってきます。今日は京都サンガ FC とヴィッセル神戸の一戦、非常に気温が高くなっていますから、そのあたりスタミナもどうかというのもありますが、酒井豪徳、山口穂太郎、右足振り抜いてこぼれ球、家だ、ポスト、マンマークディフェンス京都、低いボール大迫だ、まだある、大迫のヘッド、パトリック、クリア、ここでゆるきだ、やっと出たゆるき、今シーズン悔しい。ここもね、プレーから一回クリアするんですけども、パトリック選手がこれをねしっかりと抑えの効いたグラウンダーでのボール、まあ、相手も密集してますから、グラウンダーで打てばブラインドになってますし、はい、まあ、キーパーとしては難しい、まあ、形的にはもう 4-4-2 です ね、 ですね、中盤の底、はい、斉藤と山口穂太郎、右サイドハーフに佐々木、ツートップに武藤と大迫、左のサイドハーフゆるきという形になっています。佐々木、大迫、佐々木に戻す、中ゆるき走り込んでいます、ゆるきだー、ヒールで決めた、背番号14が芸術的なゴールを決めました。これが今年のゆるきです。よくもそうですけども、ここもね相手のボールを奪ってから、この佐々木選手中にこう1回ワンクッション入れながら大迫選手のスルーパス、この入っていくスピードもそうですけど、最後のこのヒールのアイディア、はい、これも落ち着いてましたよね、これはキーパーとディフェンスもねなかなか対応しづらい、どこに飛んでくるかもわからないようなシーンでしたから、はい、まあ、ここにねやっぱりこう佐々木選手が送り、そして熱いプレーを続けること、それはここまでできています。大迫、山口小樽、中に佐々木入っていますが、ゆるきに出た左足のシュート、若原なんとかセーブしました。いや、今のシーンですね、いやここもね奪って前に出るっていうところ、まあ、山口選手もしっかりとスペースに出ながら、まあ、よく見てましたよね、はい、ゆるき選手のミート、山川とパトリック、川崎、山口穂太郎、三沢、武藤が来る、前を向いた、はい、浅田とのマッチアップ、切り返して左足、まだ行かない、ここでパスだ、大迫だ、最後はエースの得点、武藤の突破から大迫、判断しましたね、ここもセカンドボール拾って、この後ミスをついた武藤選手の推進力、縦への突破、中に切り込みながら、ここシュート打つかなと思ってワンフェイク入れながら、最後大迫選手にパスっていうところ、ここもね本当にねよく見えてますし、状態がいいですよね。そうですね、まあ、切り返してからも体のブレがない、まあ、ここも相手に抑え込まれてますけども、しっかりと中に切り返して、ここも切り返しからパス早かったですよね。クリアします。ここでファイナルホイッスル、